誰も知らない冒険が待っています。逃げるとするかの。口に気をつけ。これは怒りでヒートアップする口だ。毒舌だな、ハンニャバル。だが、その無礼な態度はいただけん。
背負って命が惜しくないようじゃの。夏目主で君は本物の地獄に落としてやるぞ。しかないようだな。手を貸そうか。一発見割ってやるか。所長だ。あ、間違えた。いや、なんだ。所長のハンニャバルが、あ、やった。副所長のハンニャバルが手伝うぞ。お前は必ず後悔する。さっぱり負ける気がしねえ。こりゃ勝ち目がねえや。
るか。世界で全てが決まろう。これくらいで俺を止められると思うなよ。問題ない、任務を続行する。しまった、あの縄張りが危ねえ。そう噛みつかれては話もできん。所長の座を、そのまま敵を追い詰めろ。これは海賊王になる男、天下無双の海賊だ。大したもんじゃ。さすがはわしの孫じゃな。我々の邪魔をするか。ここまで追い込まれるとは、わしも驚いた。助かったわい。まだ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 。大韓国副所長の本気、見せてくれる。
私も手柄を立てて早く所長に。体制に影響はない。待ったなしだ。人間兵器のすべてを見せよう。任せろルフィ。わあ、俺たちの縄張りだ。先には誰も知らない冒険が待っています。この先には誰も知らない冒険が待っています。冒険を自由に体験できます。
海軍入隊を果たしたコビーと別れ、剣士ゾロを仲間に加えたルフィはワンピースへと続く航路グランドラインを目指して出航した。しかし航海術を持たない二人は再び遭難。ルフィは鳥にさらわれゾロとはぐれてしまう。やがて見知らぬ町にたどり着いたルフィはそこで海賊専門の泥棒ナミと遭遇した。ナミは海賊道化のバギー一味から海図を盗もうとして追われているところだった。ナミが優れた航海術を持っていると知ったルフィは航海士として仲間になるよう提案。それに対してナミは一つの条件を提示する。その条件とはナミと共にバギーの元に行くこと。それを快諾したルフィはナミの案内でバギー一味が占拠する店を訪れるが、あそこよ、海賊たちのいる酒場は。で、何しに行くんだ。それは言ってのお楽しみよ、海賊のお兄さん。え、何すんだ。ブワッハ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 ッ。改造開始した上に親分打って一味に入りてえた面白え女だ。まったく海賊ってのは単純でやりやすいわ。予想外に簡単にお宝をいただけそう。さてナミ、お前の元親分をバギー玉で消し飛ばし俺様への忠誠を誓うのだ。あいつを殺す？私が？私は結構です。それよりそうだ、歓迎パーティーの続きをしましょう。やれ。手が震えてるぞ。中途半端な覚悟で海賊を相手にしようとするからそうなるんだ。覚悟って何よ。人を簡単に殺してみせることがそうなの。それが海賊の覚悟。違う、自分の命を懸ける覚悟だ。ナミ、てめえどういうつもりだ。なんだお前、今さら俺を助けてくれたのか。バカ言わないで、勢いでやっちゃったのよ。たとえ真似事でも私は非道な海賊と同類にはなりたくなかったから。私の大切な人の命を奪った大嫌いな海賊と同類には。人をおちょくるのも大概にしろ小娘、派手に殺せ。まだ火が熱っ。女一人に何人がかりだ。貴様、ロロノはゾロに間違いねえな。俺の首でも取りに来たか。いや、興味ねえな。俺はやめたんだ、海賊狩りは。俺は興味あるねえ。てめえを殺せば名が上がる。本気で来ねえと血見るぞ。なんて手応えのねえやつだ。
何がおかしい。おとなしく檻の鍵を渡せ。バラバラの実、それが俺の食った悪魔の実の名だ。逃げろゾロ。了解。ちょっ、あんたはどうすんのよ。おい、天下だ。え、はい。よせ、伏せろ。窮屈な檻からは出られた。さて、どうすっかな。針金全部出しやがれ。やめてくれ。貴族って最低。ラギーの手下だな。飛ばしてやる。ここは敵の縄張りね。中にいる敵を倒して制圧するのよ。中の敵を倒しゃいいんだな。任せとけ。本土砲。あいつらを利用すればバディから海図を奪えるかもしれない。お安い御用だ、キャプテン。助かったよ。おや、あんた怪我してるのか。手当てさせてくれ。悪いな、これで存分に動けそうだ。それじゃね。本土砲。よし、決めた。俺たちが目指すのはグランドライン。これからその海図をもう一度奪いに行く。仲間になってくれ。海図いるんだろ、宝も。私は海賊にはならない。手を組むって言ってくれる？お互いの目的のために。よし、行こうか。あんたも行くの？お腹の傷は？腹の傷より、やられっぱなしで傷ついた俺の名の方が重傷だ。シッシッシッ。じゃ、行くぞ。頼む、この町を守ってくれないか。いいぞ、バギーをぶっ飛ばしゃいいんだろ。ぶっ飛ばすだけじゃなくて、守るの。ここを落とされたら、私たちの負け。いいわね。なめやがって、あのコソ泥どもは派手にぶっ壊し。
されてたまるか。俺たちも加勢するぞ。まず攻撃を止めた方がいいわ。砲台のある方を落とすのよ。海賊どもから町を守るんだ。おーおお、町の連中も勢いづいてきたな。探したよ、ルフィ。久しぶりだね。まさか私のこの顔を忘れたわけじゃないよね。誰だお前、バギーの仲間か。あいつとはあんたを探す目的で手を組んだんだ。私の男になるのならあいつに負けてちゃ話にならない。うるせえ、お前なんか知らねえぞ。まだ思い出さないのかい。まあいい、すぐに思い出させてあげるよ。ネスタドン、海賊の一団を敵に回すことの恐ろしさを教えてやる。行け！こっちも行くよ。ルフィ、こっちは俺に任せとけ。ルフィ、まだ思い出さないのかい。とりあえず勘弁してあげるよ。バギーの海賊船は守りが薄いみたい。今なら。ちょっと行って海賊をいただいてくるわ。あんたたちは敵を引きつけておきなさい。任せとけ。麦わらの男を討ち取れ。ゾロを倒して名をあげろ。目指すのは世界一の剣。ここまで負けるわけにはいかねえんだよ。お安いご用だ、キャプテン。
子も黙るバギー一味をなめんなよ。海図の代わりに結構なお宝が手に入ったわ。ま、結果オーライね。何？俺の財宝を離さねえか！いやよ。なんで私の宝を置いてかなきゃいけないのよ。てめえの宝だ。当たり前でしょ。海賊専門の泥棒の私が今海賊から宝を奪ったんだから、この宝は私のもんだって言ってんの。カワキ、盗んじまえばてめえのもんになると思ってんのか。てめえは一体どういう教育を受けてきたんだ。悪党が悪党に説教。持論のバカバカしさはお互い様でしょ。非道な海賊に間違いを正されるほど落ちちゃいないつもりだけど。言いてえことはそれだけか。覚悟はできてんだろうな。派手に撃て、バギーナマ。あげるよ。ハギ、約束通りぶっ飛ばしてやる。美しいだけじゃ船長は務まらないってこと、分からせてあげるよ。気をつけて。あの女、他の奴らとは何か違うわ。よっ
員の改造をよこせ。狙いはそれか。てめえら何ぞがグランドラインに入って何をする。海賊王になる。ゴムゴム好き放題やりやがって。てめえのその麦わらを見てるとあの男を思い出すぜ。クソ生意気なあの赤髪の男。赤髪ってシャンクスのことか。知ってんのかお前。ん、興味津々だな。おい、俺とあいつは昔同じ海賊船にいた。つまり海賊見習い時代の同志ってわけだ。シャンクスは偉大な男だ。お前と同志だと？一緒にすんな。どうでしょう。派手アホが。てめえが海賊王なら俺は神か。大海賊キャプテンバギーの本気を見ろってんだから。この先には誰も知らない冒険が待っています。その目で見極めなさい。
この目で見極めなさい。パワーの無限の可能性、いやというほど見せてやるわい。私も続きます。わらわの虜に手を出すとは、石になりたいようじゃな。無礼だ。わらわが行く。覚悟は良いな。命はないと思え。わらわはこれまでじゃ。あとは好きにするがよい。危なかった。これが七部会の実力。このままではわしの出る幕がないわい。嘆いている時間はないぞ。俺の叶う相手ではなかった。この地に無断で立ち入ることを禁じます。戦う姿も素敵だ。あなたのしもべにしてください。ご存知、ハンニャカーニバル、燃え尽きの罪人ども。ミスター3、あんたご自慢のローでこいつを足止めするんだ。頼んだよ。銅は熱で溶けるのが常識だがる。我
私には無理だだね。海賊は悪です。見逃すわけにはいきません。海賊は悪です。見逃すわけにはいきません。援護したのみは私の人生は終わった。いや、所長になれない暗い人生が始まりましゅ。悪は許しません。仕方ない、手を貸してやろうかね。手伝ってやろうじゃないか。しろってだ。さすがに。俺のことそんなに心配してくれたのか。トリノ。最強の乱脚。摩擦ゼロ。すべて。あなたの負けです。そう、それでいいんだよ。もっと腕を磨いて、世界中の悪党たちの手に渡った名刀を集めるんです。武装の力を秘めておったか。憎らしいやつじゃの。食えねえ野郎だ。食っちまうぞ。この地に無断で立ち入ることを禁じます。強いじゃないか。海軍じゃなきゃほっとかないんだけどね。
地を脱する手はないもんかのう。姿も素敵だ。あなたのしもべにしてください。あたしらの縄張りってことでいいね。手を組んでおいてよかっただね。俺様もう起こしたぜ。ここはわしらの縄張りじゃ。見事な立ち筋、私も負けられません。貴様の縄張りだ。奪えるもんなら奪ってみろ。見せる奇跡。
しい気迫。ここまで敵を押し込むとは見事じゃ。これカバに仕上がって、それだけするわい。この程度でくたばりゃ死ねんよ。敵は崩れました。私たちの勝利です。すごい、なんて強さ。嬉しい嬉しい。先には誰も知らない冒険が待っています。俺に命令するな。俺に命令するな。ここを俺の別荘にするか。俺
緒に行くぞ。敵の縄張りを落としておいた。すごいじゃないのよ。あたしもガンダリュー。やられちまった分はきっちり返すぞ。俺の意地見ろよ。これで終わりだ。突撃ショック。今週の俺を甘く見るんじゃねえ。聞いてよ、最終兵器。敵のロボ戦隊ここに参上。楽にして。全速力で追え。任せろ。
年世話になったブルスだが、裏切りついでに海軍を潰してやろうか。シュロロロロ、面白そうな兵器の実験し放題じゃねえか。にはいかねえんだよ。邪魔者は消すまで。俺をぶち切れさせたいのか。お前は必ず後悔する。お前にかなわなかった。過去の話でしかねえ。楽にしてやる。お遊びはこれまでだ。ここで白黒つけねえとな。誰の下にもつかねえ。この力で新世界を生き残ってやる。あいつバケモンかよ。武装の戦士ってのはあんな奴のことか。こりゃいける。やられた分はやり返しとかねえとな。この地はもらってやる。文句はねえ。制圧した。さすがに七部会は強えぜ。海賊を信用する気にはなれねえけどな。
すぎるだろう。はい、誰か、こっちがピンチだ。ぜひ助けてください。痛ぶる趣味はね、この笛引き裂いてそれで終わりよ。狼の寝床に迷い込むとはバカな子羊どもだ。楽にして。頼めだ、俺は狼、来るまで諦めやしねえぞ。俺の計算に狂いはねえ。驚いたな。俺に命令するな。勝負がつくとも思えねえが、試しに戦ってみるか。そんなこと言っても無駄だ。
俺は強いんだ。煩わせるか。敵の縄張りを落としておいて。素敵。楽にしてやる。仕方あるまい。神の加護がなかったのだろう。ホワイトショック。ガチ待たせたな。アーロン一味復活だ。遊んでねえでこっちへ来な。アーロン、ガチは交戦したのよ。あんたの一味になんて戻るわけないわ。アーロンさんを怒らすわけにはいかねえし、ナミをこれ以上傷つけたくもねえ。何言う。これで終わりだ。観念しな。ハビラユキ、ハダショック。バカ、俺が下等種族になど。人は俺を死の外科医と。この調子で行くわよ。死ぬー。俺だ。今はお前らも逃がすわけにはいかねえんだよ。俺はさらにでかい力を手にする男だ。こんなところで捕まるわけにはいかねえ。オーラに逃げられてしまいます。主将、早く起きてください。おい、すまん。寝ておった。どこへ逃げたんだ。ここを守らない。これで終わりだ。観念しな。ハビラユキ、六刀流奥義、六刀ショック。俺は猿は嫌いだ。泥臭いのは嫌いなんだ。消えろ。
今日のところは負けといてやるわ。邪魔者は消すまで。俺の偉さが分かったなら協力してやる。誰かお願い。楽にして。ついに迎えた一大決戦、役に立ちます。精一杯。これで終わりだ。観念しな。旅ら行き。ラクタリオ奥義。偉さこそ強さだ。絶世ショック。ここは俺に任せろ。悪党どもには渡さねえ。俺は誰の下にもつかねえ。この力で新世界を生き残ってやる。みんな辛い時は歌ってハッピーになろうぜ。カバー。雪に埋もれるという。ここは私たちの縄張り。渡すもんですか。ここは俺たちで守っとくな。私は忙しい身でな。これ以上は付き合ってやれん。そう深刻になるか。痛みはねえ。観念しろ。ラクタリオ奥義。偉さこそ強さだ。旅ら行き。肌ショック。次に刻まれたいドイツだ。ああ、いい調子だな。で終わりだ。観念しな。ラクタリオ奥義。偉さこそ強さだ。旅ら行き。肌ショック。楽にして制圧した。トラファルガール、油断ならない男だ。これちょっと苦しいですよ。これで終わりだ。旅ら行き。ラクタリオ奥義。
偉さこそ審査だ。ウェザーエッグスタンダーブリードショック。俺は誰の下にもつかねえ。この力で新世界を生き残ってやる。すごいわ、大活躍じゃない。お宝の分け前少し増やしてあげてもいいわ。敵の縄張りを落としておいた。その腕でのし上がっていけ。全力で行くぞ。縄張りの指示ならお任せください。人は俺の死の外科医。フラファルガーズ無駄になるね。私が頑張らなくては。男にはやらねばならない時がある。勝てる気がしない。俺の計算に狂いはねえ。驚いた。
誰も知らない冒険が待っています。ルフィさんたちの冒険の記録です。ぼちぼち時間だ。からは出られた。さて、どうすっかな。針金全部出しやがれ。やめてくれ。一撃。貴族って最低。アリの手下だな。吹っ飛ばしてやる。ここは敵の縄張りね。中にいる敵を倒して制圧するのよ。中の敵を倒しゃいいんだな。任せとけ。おう、任せろ。あいつらを利用すればバディからカイズを奪えるかもしれない。見て、縄張りのリーダーが出てきた。あいつをやっつければ制圧完了よ。よし、すぐにぶっ飛ばしてやる。わかり。今度は助かったよ。あんた怪我してるのか。手当てさせてくれ。悪いな。これで存分に動けそうだ。わかり。頼む。を守ってくれないか。いいぞ、バディをぶっ飛ばしゃいいんだろ。ぶっ飛ばすだけじゃなくて守るの。ここを落とされたら私たちの負け。いいわね。できたな。
る敵に回すことの恐ろしさを教えてやる。行け！あげるよ。持ってるのかしら。派手に撃て、バギーだな。Thank you.
ち抜けると思うなよ。この感覚を待って。じゃあ私はあっちを狙ってあげるよ。バギー、約束通りぶっ飛ばしてやる。美しいだけじゃ船長は務まらないってこと分からせてあげるよ。気をつけて。あの女、他の奴らとは何か違うわ。We'll be right back.
には誰も知らない冒険が待っています。ぼちぼち時間だ。ぼちぼち時間だ。いるじゃねえか。必ず勝って、海軍の威信を示さなければ。決して折れない。この感覚を待って。
どいつだ。これはもうアーロン一味じゃねえんだ。ナミ、分かってくれるか。この調子で行くわよ。つまがり。期待してもいいかな。こらいけねえ。この感覚を待って。俺の剣が目指すのは世界一。俺とお前らの格の違いが分かったか。どうした？どうしてそんなに倒したの？すごすぎるわよ。空島も正解も神である私がもらい受けるとしよう。貴様の好きにさせるか。アンドラの戦士たち、よし、この縄張りはもらったぞ。ゾウさん、パワーもスピードもすごい。仕方あるまい、神の加護がなかったのだろう。
気を急がねえと。お前の実力は分かった。ここはもらっとくぞ。この感覚を待つ。おめえら本当に強いんだな。生き恥をさらすな。ラストショーだ。では冒険の準備ができます。